ボードに乗り始めました。はい、初めて。よっこいしょ。できた。できた。すごい。これで。そうです。そっち側です。いや、上手にできない。持ち方これ？持ち方はちょっと違いますね。上を使う。そう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 。あ、うまいね。大丈夫だね。落ちないね。はい。こうやって、足はどうやって置くのが正常ですか？足は肩幅よりちょっと広くするか。でもその位置で大丈夫。もうちょい前でも大丈夫なって。おー、面白い映像が撮れそうだったんだけど。意外に頑張ってます。じゃあちょっと漕ぎ方を教えてみます。置いた。金札。はい。で、さっき言って、この幅が90度になるような。はい。90度。はい。で、はい。よいしょ。で、もっと前。赤いところギリギリ。赤いところギリギリまで。オッケー。で、ここを持って、そうそう、持って、そんなに広くない。90度ぐらい頭の上に。90度、こう、こう。90。え？90度。肘がこっち？そうそうそう、両方。そうそう、そのぐらい。それ頭の上の結構。どんどん遠くに行ってしまいました。あっという間に。今私の位置で水は、水深はももぐらいです。非常に浅いです。ちゃんみおさんは落ちた。まさかのカメラが回ってないところで落ちるという。面白いと言っています。今日はいいコンディションですね。サップ日和です。水面がキラキラしてます。こっち側が、バイパスですね。6号バイパスで、こっち側が牛久城にカッパの小道、そしてチャンミオ。来ました。お、来ました。来ました。アップにしてみましょう。お、レイクサイド久喜崎とチャンミオ。今日は牛久沼を独り占めです。ターンは教えてないんで、今度夕日とサップが取れるかもしれないですね。この位置で持ってます。流れないように。じゃ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 ん。すごい空。やばい。周りが横を見ると足たち牛久沼。やばい。パノラマビューです。実はね、私寝てます。そう、寝てます。すごい。